ちょっとラムさん、これどういうこと？はい、お世話になります。オグリオにて、オグリケンイチです。ほんまね、ビビりましたよ。これなんですけど、今日の撮影をするためにソファーに座って下調べをしてたんですよ。でね、一緒にあのうちの愛犬ラムちゃんもね、座ってたんだよ。なんかね、後ろでなんかチャプチャプいってんなと思って見たらさ、これですよ。これほんまやってくれたなって感じですよ。はぁーはぁー、ショック、本当にショック。これね、僕が持ってる中でも一番いいぐらいのヴィンテージ50年代のスカジャン、ほとんどデッドストックで手に入れたやつで、まあ僕も自体もそんなに着てなかったので、結構綺麗なんですよね。それがさ、これですよ。ショック、もうショックを隠しきれないですよ、ほんまね。というわけで、今回は近年稀に見るテンションの低さでお送りしたいと思います。というのは嘘で、まあ、ちょっと気を取り直してね、いきたいと思います。よろしくお願いします。オグリ用品店、オグリケンイチです。よろしくお願いします。今回はですね、何回か前に緑の軍物をたくさん着るっていう動画をお送りしたんですけれども、それのリメイクバージョンっていうのかな、なんていうんだろう、それの味変おかわり動画となっております。すなわち緑以外の軍物をたくさん着るです。よろしくお願いします。というわけで、気を取り直してやっていきたいと思います。おーおー、じゃあね、はじめはこれからいきましょう。50年代のスカジャンです。髪ちぎられたのはこちらとなっております。まあ、裏地がね、完璧に見えております。もうこれはどうしたもんですかね。リペアとかできんのかな。で、そうだ、まずね、軍物たるやっていう話をしないといけないと思うんですけど、このスカジャンを軍物に入れていいのかなっていうのもね、実際ありますよね。というのも、スカジャンってお土産なんですよね。だからそれをさ、アーミー系っていう括りにしていいのかなっていうのはちょっと疑問だと思うんだけど、みんな大好きライトニングの別作版ミリタリージャケット、これにもスカジャンって何着か載ってるので、広い意味で軍物を捉えて今日はご紹介したいと思います。はい、というわけで、スカジャンですね。展示のボディに日本地図と富士山と舞子ハーンがいますね。でこれに関しては、ちょっと詳しく紹介した動画があるので、よかったらそちらも見ていただきたいんですけれども、サイズが書いてるんですよ。実は袋布にサイズのハンコが押してね、これは M サイズとなっております。裏はね、街中で着るのをはばかられる黄色と緑の組み合わせとなっております。今絶賛履き込み中の赤耳なんですけど、まあ、合ってるかって言われたらちょっと微妙なので、ちょっと違うパンツとかにね、合わせてみたいと思いますが、何がいいでしょうか。何がいいかな、何がいいのかな。それはジーンズ履きますかね。ジーンズ履いて、これにしようかな。ラフアウトね、ラフアウトで合わせたらもう、あ、なんか入ってる。何これ、なんで、なんなんお前、本当になんか犬のおもちゃ入ってた。なんなんお前、本当に可愛いやつだな、お前はほんまに。バズかもしれないしね。よっしゃーしゃー、はい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 。というわけでね、黄色と青のやつでとりあえず着てみました。もうなんだろう、シンプルにするしかないよね多分。下白 T 着てますけど、これをさ、この赤のさ半袖スウェット着てみようか。こんなん着たらめちゃくちゃなんじゃねえかな。この半袖スウェットもね、気に入ってるんですよ。これは色が好き。これにこっち合わせたらどうなる。よいしょ、はい、こんな感じ。どうなんだろうね。グレーとかだったら多分いいんでしょうね。グレーあったかな。グレーじゃないけど、ネイビーフルーツオブザルームのスウェット、これもすごい気に入ってるね。これだけでかっこいいんですけど、中がやっぱね、あんまり主張しすぎるともう外がこんなだからさ、難しいよね絶対。まあなんとか外に出てもいいかなぐらいの感じになるかな。裏も行ってみましょうか、せっかくリバーシブルなので。よっしゃー、はい、 This is、 はい、こんな感じ。あ、いいね、これはいい、バランスがすごくいいと思います。ワンポイント入ってますし、どうでしょう。じゃあ続きまして、
スカジャンつながりで、はい、こちらとなっております。コリアって書いてるんだけど、一応スカジャン、これはねちょっとねサイズがちっちゃいんですよ。でね、しかも前着てた人もね洗ったんだよね。だからもうこんなもう短ランみたいなさ感じになってます。はいはい、後ろどんだけ短いんっていうさ感じなんだけど、まあこれはこれでねすごい気に入ってはいるんですよ、うん。でリバーシブルの裏の、まあ、色がさこんなもう赤と黄色のさもうほんとコリアンっていう感じの配色で、しかも刺繍がもうどんだけ下手なんていう刺繍が入ってます。だから前着てた人もあんまり着てなかったんだろうね。こっちがもうすごい綺麗、まあここちょっと破けてたりするんだけど、ちょっとちゃんと服着ようか。これだったら、まあ、サイズもちょっとちっちゃいから、はい、ドガマですか。意外となんかそこまでさなんかもうサイズが悪いっていう感じには、ええもうやめて、怖い、04サテン怖い、には思ってなくて、意外となんか古着っぽくていいなと僕は思ってる。これはこれでなんかね好きなんですよ。T シャツとのバランスがね結構大事な感じはしますけどね、うん。で S の方が袖の丈がバッチリです。で意外と狙い目かもね、 S サイズの方が。ここちょっとねダメージがあったりするんですよ。これもね直さないといけないなとは思っております。ちょっとパンツ変えてみようかな。田舎のヤンキーみたいだけど、この丈感とか田舎のヤンキーっていう意味で言ったらこれ履いてみようか。はい、ATP のジョグパンツ、どうですか。意外といいんじゃないのこれ。この生地感がなんとなく合っててさ、04サテンと ATP のこのテロッとテカッと感、これ意外といいんじゃないですか。この田舎のヤンキーみたいなさ僕は結構好きなんですけどね。どうでしょう、ちなみに逆を着たらどうなるんだろう。はい、あのこれこれで いいのかなどうなんだろう。このさなんかこの刺繍の下手さがさ、こう二度見を誘うよね。二度見を、え？ってなるよね。もうなんかテンションがおかしいですよね、もう。というわけで、スカジャンでした。じゃあね、スカジャンもう一枚実は持ってて、それ行きましょうか。これさ、見る人が見たら、おーって思うかもしれないんだけど、これ20年ぐらい前多分に発売されたペローズのスカジャン。いわゆるレプリカブランドのアイテムってそんなに持ってないんだけど、これの刺繍がさ、あんまりにもスカジャンのパロディとしてはよくできてて、で、それですごく欲しくって買ったんですよね。だからね、鬼ヶ島の地図なんですよね。すごく気に入ってるんですよ、これは。胸にはね、犬と、こんな感じ。フェローズの匠っていうブランド。ただこれね、刺繍が多分さ、刺繍ミシンで、データで刺繍してる。だから手でやってるんじゃないと思う。だからそこがちょっと残念かな。キャンバーの極厚フーディーに、カーハートのダブルミダックペインターを合わせの、性能エンジニアってみよう。どうでしょう、まあ、これだったらもしかしたら、これの方がもしかしたら合うかも。ちょっと着ぶくれてる感じがするけどね。これだったらもうちょっと薄手のもん着た方が良かったかな。着ぶくれるっていう意味じゃこっちの方がもしかしたら合ってるかもしれないですね。着てみましょうか。こんな感じ。裾の短さがね、ちょっとね、難しいポイントではありますよね。Gジャンとかに合わせた方がいいのかな、もしかしたらね。あ、そうだ、忘れてたけど、さっきからね、さらっと被ってるこのキャップ。これはね、USS セオドレ・ルーズベルトって書いてるんですけど、これは軍艦の名前みたいで、まあ、その乗組員が被ってたであろうキャップです。だからこれもね、軍物といえば軍物ですよね。これね、ニューエラです。で、サイズが7と8分の3。結構気に入ってます。いい感じ。では、続きまして、スーベニアつながりでもうちょっと行ってみようか。まあ、僕といえばですよね。皆様、覚えていてくださるでしょうか。はい、ベトちゃんでーす。これをね、手作りしようっていう企画を始めたるんですけれども、今ちょっとね、途中で止まっておりますんで、来年こそは頑張りたいなと思っております。忘れてないですよ。皆様も楽しみに待っていてください。
そうだそうそう、このベトジャンもデッドストックみたいな感じで買ったんですよ。本当に全然シワもないようなやつを買ったんですけれども、なんかね洗ったんですよね、うちで。そしたらこの中のこれ多分レーヨンなんだろうな、裏地がすごく縮んで、この辺がちょっとさ、あの縮率の違いで表地がこう余るみたいな状態になってしまっております。でな、縮んだからね、サイズがちょっとねちっちゃくなったんだよね。だからですね、結構、まあ、細いというかちっちゃいといえばちっちゃいです。あ、でもなんか久しぶりに来たけどかっこいいな。やっぱりこの青がさ、すごい目を引きますよね。あと赤とか白とかもあるみたいですね。ベトナムなので青材ってあるじゃないですか、女性のワンピースみたいなやつ、あれの生地を流用というかしてるのかなっていうことはちょっと思いました。どうでしょう、いいですね、かっこいいな。なんかこれ中になんかいろいろ着れないですね、この辺がもう細くって。河原くんにパターン作ってもらったんだけど、ちょっと太めでお願いしてるので、あれはあのちょっと大きめで出来上がってくるはずです。はい、ちょっとパンツ変えてみる、何がいいんだろうね、これ言ってみる、こんなの合うのかな。ナイキのジョグパンツね、このオレンジスウェッシュのメイドイン台湾ですね。絶対合わないと思うけど履いてみます。ナイキのジョグパンツはここにねチャックがついてるんですよ。男のおしっこ問題を真剣に向き合った仕様になっております。はい、こんな感じ。あ、なんかそこまですごい悪くないかな、ね、このさ、虎とか竜のさ黄色がこのラインと合ってるみたいなさ、まあ、なんか上級者の着方みたいな。ちょっとこう靴にニットのグレーを合わせてみました。よく見えてきたんですけど、どうですか。スウェットパンツ好きなんですよね、スウェットパンツね。これは、チャンピオンのリバースリーブのスウェットパンツ。なんかここにマチがついてます。形がね結構細くてねいいんですよね。これ単色タグがついてますね。70年代ぐらいかな。はい、どんなでしょう。あ、なんかこれこれって別にいいんじゃない、別に悪くないよね、好きです、僕は。ただこれさ、この辺がさダルダルになってくるんですよね、履いてるうちに。でなんかここがちょっとうんこが溜まったみたいで、うんこもらいましたみたいなさ感じになるんだよね。はい、では続きまして、はい、こちらになります。はい、これねツアージャケットって言われてるやつですね。黒いメルトンのボディに、まあ、背中に刺繍がめちゃくちゃ入ったりとか、あとね胸のポケットにワッペンが貼ってます。この骸骨のやつとかすごいかっこいいです。で名前の刺繍が入って、あとねこの袖にもワッペンがついて、こっち左はポパイザセーラーマン、右はオリーブちゃんがついてますね。これねかっこいい。でここにね USS ニューポートって書いてます。 USS は US シップの略なのかな。だからあの戦艦っていう意味で、まあだから戦艦の乗組員がお土産で作ったジャケットだと思います。ここにね年代も入ってますね、80から81年。だからそこまですごい古いやつではないんだけど、こういう形のツアージャケットはねこれぐらいの年代のものが多いんじゃないかなと思っております。これもねかっこいいんですよ、このねサイズ感がさすごいジャストなんですよね。はい、で USS って書いてたからこれに合わそうか、 USS つながりでね。まあ、ただ戦艦が違うよね、詳しい人が見たらさ、まあそれちょっとおかしくないってなるかもしれないですよね。まあでもいいんじゃないかなと思います。このスウェットパンツなんかいいですね、こうやって見たら。この丈感いいですね、ちょっとプルブシが見えてる感じね。ちょっと変えてみましょうか、中になんか着たいかな。こういうちょっと薄手の T シャツ着るときは下にグレーのタンクトップ合わすことが多いです。ビーチがバイヤーだから。はい、ジーンズでエンジニア行ってみる。はい、ちょっと T シャツ長いかな。まあでも中の T シャツで遊ぶのはありですね。まあ、白も良かったんだけど、このミニちゃんがチラリズムするの結構ね好きなんですよね。なんか良くないですか、ミニちゃんね、チラリズム、うん、で、あ、そうそう、こういう感じで裏地がさ破けてたりすることがあるので、買うときはね注意しましょう。はい、どがなですか。ちょっと海の男はさ、なんかボーダー着るっていうイメージがあるから、ちょっとボーダー着てみたんですけど、ちょっと暗すぎるかな、全体的に。白が一番合ってたかな。あ、それかこのツアージャケットそこまでちっちゃくもないし大きくもないから下に着ることができるんですよね、うん、合わせやすい。で丈感もいいぐらい、寒かったらね結構着込んで出かけてもいいんじゃないかなと思います。はい、このツアージャケットはね本当おすすめ。この頃はだいぶ価格が高騰してきてるんじゃないでしょうか。早めにご検討されてはいかがでしょう。では続きまして、じゃーん、ナイロンのツアージャケット、刺繍が
こんな感じ、ちょっとアジアンチックな。で、フィリピンとか、まあ、ジャパンも入ってますね。で、1986なんで、36年とか昔のツアージャケットです。で、なんか胸にね、エンプレスオブコイって書いてるんですよ。ちょっと翻訳してみたら、エンプレスが女帝とかそういう意味。で、KOI が何なのかっていうのがちょっとよくわかんないんだけど、とりあえずね、多分女の子が来てたんだけどね。だからちょっとさ、ちっちゃいといえばちっちゃいんだけど、いいぐらい。まあ、で、これをね、閉じたらね、こんな感じ。うん。なんかまあそこまですごいおかしい感じじゃないんだけど、まあ開けて着ることが多いですね。これ気に入ってるんですよね。リバースウィーブの前焼きのパーカー。はい、こんな感じ。いやいやいや、ちょっと長いかな、下が。これだったら、そうなんだよね。最近、白シャツの良さに気づきまして。何がいいって、暑くない。暑がりなので、厚めのシャツとかすぐ脱いじゃったりするんだけど、これぐらいのコットンのシャツってそこまで暑くないから、着てられるし、キャップと相性がすごくいいっていうさ、なんか別にもうこれだけでさ、ね、かっこよくないですか？これのこのシャツいいんですよね。なんかディテールもさ、マチがついたりとか。で、白さがさ、ちゃんとした白だしさ、まあ汚れてないし、これ、年代ちょっと調べて今、この辺に多分出てると思うんですけど、大きさもいいぐらいでね、サイズが15ですね。15っていいよね。んで、これ着ますね。はい、こんな感じ。ちょっと短いかな。上がちょっと短いですね。こっちの方が、これでもちょっと短いか。この白シャツね、バランスがちょっと難しいんだけど、ちょっと脱線しちゃうんだけど、群毛のつながりで、これ L2B。これぐらいだったらなんかね、いいんですよね。なんか今っぽくない？うん。はい。っていう、まあ脱線してますけど、やっぱいいですね。やっぱ白が最強ですね。まあここの刺繍にも合ってるし、丈感もこれぐらいがちょうどいいですね。ちなみにこれ、キャンバーのマックスウェイトってやつ、すごく気に入ってます。やっぱいいね。シンプルイズベスト。はい。では、では続きまして、ちょっとパンツ、そういや忘れてたな、あれがあるぜ。